ルバンカップが終わってまたリーグ戦が再開されますさてここからがすごいですここからがもうたまらない悪魔の日程ですやってきちゃいました夏の地獄のハードスケジュールですこれを見てください画面です中3日ペースで試合をやってかな,かなきゃいけない本当に本当にほんに 本当にやめてほしいって言いたくなる5連戦ですしかもこの5連戦対戦相手もヤバいんですよね長崎仙台大分との試合特にここの3試合がかなり厳しいんじゃないでしょうか昇格のために絶対に負けられない怒涛の5試合ですがまず群馬と秋田ですがちょっともし見てる方で不快に思われたらすみません 群馬と秋田をなめてるわけけじゃないんですけどここはエスパルスの実力なら2連勝してほしいし第一昇格するためにやってるんだからここの2試合は絶対に落としちゃダメですよね引き分けもダメだと思ってます暑さがどうとか疲れがどうとかそういう言い訳はなしで何が何でも勝つこれだけです で、問題の長崎、仙台、大分との3試合ですが、長崎とはホームでやれるんですよね。ここが救いだと思います。ホームでやるからには勝つ。これで3連勝したとして、次の仙台、大分はアウェーなんですよね。本当にきついですね。でも、今の勝ち点とか順位とかを考えると、負けてられないですよね。 おそらくこのハードスケジュール5試合を全部勝つなんてのはかなり無理があると思うんですよ。特にエスパルスの戦い方はスプリントが多くてよく動いてよく,よく走るサッカースタイルなので疲れがかなり心配なんですよね。だから毎試合100%で戦ってたら体力も持ちませんし、まあ、 つまり何が言いたいかというと省エネして勝てる試合を作ることですよね前みたいに5対0とかそこまでいかなくても3対0ぐらいの試合を作って早めに中心選手を交代で休ませてフルで出場してる選手たちも力を抜きながら3点差つけたら100%じゃなく70%ぐらいで休みながら動く これが理想なんですけど果たしてそんなうまくいくかですよね相手もエスパルスの攻撃への対策もしてくるのでなかなかそう簡単には得点差をつけるのは難しいんですがここはだいぶ正念場だと思いますとりあえず理想はもちろん全部勝つってことですがいろいろと大変なスケジュールなので4勝1分けでどうですか さすがに豪華なメンバーの長崎、J1 時代から嫌な印象のある仙台、そして2位の大分。ここを3連勝なんてミッションがハードすぎるし、でも大分は叩きたいですよね。自分は2位以内に絶対に入らなきゃまずいと思ってるので、直接対決の大分との試合はもちろんベストメンバーで戦って、 引き分けでもなく勝つことが条件だと思ってます。そうなると大分との試合はベストメンバーで行くとしたら、仙台との試合は何人か選手の入れ替えがありそうですよね。だから最悪仙台との試合は引き分けでもしょうがないのかなとか思ってしまうんですが、 まあ本当にこの5試合5連戦が大きく運命を左右しそうですよね。ここは秋葉監督の手腕が問われるんじゃないでしょうか。どこの試合でベストメンバーで行って、どこの試合で何人休ませるか。休ませすぎたら勝てる試合も落としてしまうし、休ませなかったら必ず疲労の蓄積が来ます。 秋葉監督が名将になれるかどうかの大きなきっかけになるかもしれませんねあとはサンタナ選手の奮起ですよね今年のパフォーマンスを見てると確かにマークがきついのもあるんですけど去年のような姿がまだあまり見れてないのが気になりますシュートチャンス自体も少ないし打とうと思ってもうまく足元でボールを収められなかったりしてるので 打とうにも打てないという場面が多いんですがまあ窮地に強い印象があるのでぜひコンディションを上げていってこの5連戦で爆発してほしいですあとはカルリーニョスがキープレイヤーになるかなと思ってますあの説明がうまくできないんですけどあの感覚ですよねボールを持って蹴るまでの感覚が優れてるので チャンスメイクをうまくできるし、サンタナと近い距離感でプレーをすると1、1たす1が3になるので、まあそこは同じブラジル人同士なので、カルリーニョスとサンタナには、エスパルスは俺のチームだっていうエゴを見せてもいいと思うんですよね。というかそういうエゴは必要だと思います。結局、エスパルスって一発の強さがあるので、 どんだけ試合内容が悪くても、サンタナの強烈なフィジカルとシュート力、あとは後半終盤に193センチのおセフンを出してとか、乾選手が一つのプレーで流れを変えるとか、相手からしたら、これは理不尽だよなーってことがいっぱいあるんですよね。それをぜひ強みにしてもらいたいところですね。では、 この5試合を最高の結果で乗り切れるようにチャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローもするとエスパルスがますますいい結果を出すらしいのでもう全部登録しちゃってください。では最後まで見てくれてじゃなくて見てくれてじゃなくて聞いてくれてありがとうございました。これからもずっとよろしくお願いします。